はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。ちょっとね、字がね、間違ってたりとか汚いんで、傍聴ですね、裁判の傍聴でしたことあります？裁判所のあれがどこにあるかわかんない、まあ、横浜のそのみなとみらい地区とかに行かないとダメなのかなとは思うんだけど、よくね、あの有名な名のあるというか知っている傍聴席がね、20席のところを当選倍率っていうか、そういうので 100% じゃないか、何倍とかさあったりとかして、あ、それだけ注目しているところなんだなって、第三者的な感じで見ていたりとかするんだけど、まあちょっと見てみたいなっていうのはあるね。本当にそのテレビの中っていうかさ、あの再現 VTR 的なものをね、テレビの中で見たりとかするし、ドラマなんかでも、まあ、裁判っていうか検察とかそっちの方 をクローズアップしたドラマなんかあったりすると思うんだけどね、本当にそういう感じなのかって思う。うん、まあ最近のはそういうネタじゃないけど、そういう感じ、こういう感じですよみたいにね、いろいろとあったりするんだけど言えてない。なんだろう、昔の方がさ、成功に作られてないっていうわけじゃないんだけど、多分こういう感じかなっていう感じでやっていた部分があると思うんだけど、どうなんだろうね。なんか阿蘇さん、なんちゃらさんがさ、裁判の傍聴芸人みたいな感じで、時間があればほぼほぼ全て、ね、見に行ってるっていう話をしてて、その中でも本当に面白い裁判があったりとかしてみたいね。笑っちゃいけないんだろうけど、それを覚えてること自体がすごいなと思う。こと細かに。まあ、もちろんさ、そういうドライブじゃない、ドライブレコーターか。ドライブレコーターじゃないや。あ、ボイスレコーターとかそういうのは持ってっちゃいけないだろうし、そういうメモ帳は多分持って行ってもいいんだろうけど、多分理由を聞かれると思うんだよね。どういうことでこのメモ帳が必要なんですかっていうふうに言われるだろうし。でもね、その当たりかどうかって言ったら怒られるかもしれないんだけど、どういうのがネタになれる裁判っていうのはあんまりないと思うんだよね。もちろん。まあまあ、まあっていう感じかな。ちょっと見てみたい気分もある。私は。と思います。以上です。